皆さんこんにちは。今回はリックル XRP に関する最新のポジティブニュースをお伝えします。リックル XRP はイーサリアム仮想マシン EVM の立ち上げが近づいており、ビットコインとともに年末までに 100% 以上高騰する可能性があるという話題がありました。その前に XRP の価格にも影響する最新のグレイスケールのビットコイン売却枚数を報告します。25日の売却枚数は約1万1000枚となっています。そして最新の情報では26日は1万枚程度まで減少してます。これは非常に良い傾向ですね。日に日に1000枚ほどずつ減少しているようです。このことが最近のビットコインの上昇につながっているのかもしれませんね。リックル XRP も下降チャンネルの下限まで下落しないで青色のサポートラインで反発しました。これは良い傾向です。下降チャンネルを否定する動きにつながれば上昇も期待できます。まずイーサリアム仮想マシンとは何でしょうか。イーサリアム仮想マシンとはイーサリアムのスマートコントラクトをXRPL で実行するためのプロジェクトです。リックル XRP はイーサリアム仮想マシンを XRP レジャーのサイドチェーンとして導入することで、イーサリアムの開発者が XRP レジャーに簡単にアクセスしてさまざまなプロジェクトを作成できるようになります。これは XRP レジャーのユーティリティと総合運用性を高めるだけでなく、イーサリアムの開発者にも新たな選択肢を提供します。このプロジェクトはリップル開発研究所リップル X とブロックチェーン技術会社ピアシストが共同で開発しており、現在はテストネットの段階ですが近いうちにメインネットに移行する予定です。このプロジェクトが成功すれば XRP レジャーはポリゴンやアービトラムのようにイーサリアムのエコシステムに参加することができます。これまでリップル XRP は銀行間での国際送金だけと言われがちでしたが、あらゆるイーサリアムプロジェクトが参入してきて XRP の価値が上がるかもしれません。そして次のようなブログ記事があります。ビットコインと XRP が年末までに 100% 以上高騰するという話題です。この話題はあのナスダックが掲載したブログです。記事では以下の理由からビットコインと XRP が高騰する可能性があると述べています。全体的な規制の環境が XRP に有利な方向に変化しているようだということです。 SEC は最終的に新しいスポットビットコイン ETF を承認することに同意した。昨年の一部勝訴で24時間で2倍になった実績を無視してはいけない。そして第2に選挙の季節です。選挙後により仮想通貨に優しい規制環境が得られることだとブログ記事では書かれています。ある記事によると現在の市場価格 0.5144 ドルから 0.80 ドルに急騰するだけで XRP 保有者は 55.52% の投資収益率を得ることができますと書かれています。今から 0.25 ドルになるのか、それとも 0.8 ドルになるのか、どちらの可能性が高いでしょう。今回の下落でパニック売りせずに長期的な視点で保有している人はいずれ春が訪れるでしょう。おいおい、今回はイーサリアム仮想マシンの誕生間近とナスダックの 100% 高騰のブログを紹介しました。少しでも参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。